はい、皆さんこんにちは、しゅんです。よろしくお願いします。ということで、6月9日木曜日16時から行われていた、モンストニュースのまとめと解説をやっていこうかなと思います。すごい。まずこちら、早い限定、はい、劇場震災に限定キャラが追加ということで、しかもこのニュースの翌日金曜日、はい、来ますよということですね。こちらです、ジャック・ザ・リッパー。はい、まあスライドに2形態あるんで、最初に発表されたチョキチョキってやってる方ですね。キャピだ、キャピってやってる方の、ジャック・ザ・リッパー、こちらです。まあもう貫通光属性のダメワープって言われるともう乙骨しか出てこないんですけど、まあそこでも結構違いとすると、魔法陣とブロックが違うところかな。乙骨が魔法陣なのに対して、ジャック・ザ・リッパーちゃんは、アンチブロック持っていますので、そこでの使い分けっていうのができると思うんだよね。で、現状もブイブイ言わせてるところはおそらくジャック・ザ・リッパーでもガンガン突破していけるようなところになってくると思うので、まあこのね、あるあるだよね、当時のさ、ラファダルみたいな感じでさ、もうなんか上限が決まってるところに対して同じアビリティ出したら、まあ正直どっちか持ってけばいい、どっちか持っておけばいいみたいなね、状況が続くんだけど、ラファダルみたいにまあどっちか、まあなんかギリッギリどっちもいないとみたいなところを攻めてきそうな気するんですよね。さすがに闇鉱舌とかまではいかないと思うんですけれども、性能としてはね、どっちもパワー負けしないぐらい競い合えるぐらいね、両方とも強いんで、まあここにぶつけてくるかっていうのはちょっと思いましたけどね。まあ強いところで言うと、まあラウンドバースト、これは絶対強い。だってアビリベーションあれパワー型ですからね。パワー型なのに、まあ、サブ友情パワー型で、まあ、サブ友情っても重心化ですけど、パワー型で遊撃エールで確か50万いった気がするんで、威力、まあスピード型ですからね、パワーの減衰がないんですよね、友情威力の。なんでまあ強いでしょうよ。でこれラウンドバースト出した瞬間にこのダウンブラストのところも入ってきますので、アビニベーシャからの上がり幅でいったらまあ相当なものになるんじゃないかなと個人的には思ってますね。めっちゃ強いと思う。だからラウンドバース、しかもこれ貫通タイプで、そのね、発動して、まあお互い2体とか編成した時にも発動しやすさっていうのも長所になってるし、いや、これ強いでしょうよ。で、タンチャエールもありますよっていうのでね。だからね、タンチャエールとかはね、ヴィナーさん、こういう風に貫通タイプでね、しっかり今後持ってきてくださるようにお願いしたいですね。はい。で、地味強アビリティって言っていたソウルスティール M ですね。敵倒すほど7500の回復が取れると。だからもう、プヨとか出てくるステージに関しては、もう無双だよね。これは。だって、プヨとか自分のタイミングで倒して、ワンパンとかのプヨだったら、もう7500回復のハートがあるようなもんですからね。そういうワンパンで倒せる系の敵がいるステージにおいては。そういう言い方をするとソウルスティールって相当強いですよね。自分のタイミングで倒して7500の回復が取れるって考えると、まあ、M になったらもう余計強いからね。はい。で、ストライクショット。これおかしいだろう。8プラ8。8ターンですよ、1段階目。自走。触れた敵毒状態。で、かつ弱点ヒット時に大ダメージ。よくわかんないですね、もう。で、キラーアビリティがないんですよ。超アンダメ、超ワープで、倍率自体は上げられるんですけど、キラーアビリティがないので、ワンチャンこの倍率のところも結構やってるんじゃないかなと思ってますね。少なくとも 1.5 とかもらってる可能性があると思う。ただ、今回ちょっと例外で毒状態と弱点特攻がついてるんで、どれくらいもらってるかはわかんないですけど、いや、1段階上でも相当強いんじゃないかなと思いますね。これは多分強いと思うわ。だって今このダメオンワープの光貫通って乙骨と戦わなきゃいけないんで、あれぐらいの倍率を少なくとも16ターンの方では出してくれないともう戦っていけないですからね、殴りの面ではね。なんでめちゃくちゃもらってる可能性はあるんで、ちょっと使ってみたのをね、待ちたいと思います。複数組んだ時さ、これ艦隊とかで使ったらもう毎ターン打てるからね、下手したらね、これね。それがちょっとおかしいですからね。まあその全員が毎ターンなわけじゃないですけど、単調をちゃんとそいつに集めれば毎ターン系になるし、まあ8ターンって言ったら前も言ってましたけど、このバウンドチャージがあるんでね、バウンドチャージと組んで2体とか入れた日にはこいつ毎ターンこの SS 毒状態弱点特攻打てんでしょ、これはやばいわ。なんかもう SS ターンが重いけどワンパンとかも狙えるってところも評価点なんだけど、もうあまりにも8ターンとか6ターンで短い SS でバウンドチャージとか単茶とかでもう毎ターン打てるよっていうね、サイクルの速いような SS ってのが今後メタになってくる可能性ありますよね。もう毎ターン打ってみたいなね、まあ、ちょっとなりかけてるからね、バウンドチャージ出たくらいから、なんでその辺の使い方もちょっと注目しておきたいですね。はい、じゃあ次、もう一個のスライドですね。はい、キャピってやってない方の、ジャック・ザ・リッパーこれもすごくなってるね、砲撃型。で、調教分身弾、これはもう未知です。友情コンボ ×2 がついてるんで、
分からんってこれ、2個出ても反射タイプなんで、正直分身団って本当に劇種によってね、あの強さが本当大きく変わる友情コンボだと思っているんですけど、まあ西王母とかがね最近分身団の貫通で結構上位のね威力のものを出してきたんですけど、あえてここで反射でこの調教っていうのをつけて、分身団を出してきたんで、でこれが2回出て GB キラーが乗ってくると、まあ強いんだろうな多分な、うん、めちゃくちゃ強いんだろうなこれな、相当強いと思うわ。なんでまあここはちょっと楽しみなところではあると思います。はい、で次まあ触れるところがいっぱいあるんですけど、超マイス EL さらっとつけたね、さらっとつけたね。で怖いのがですね、重力と超マイス EL に関してはちょっと闇豪絶が怖いですよね。まあ言えばそのデビルスパンクインフェルノとかもう今最近すっげえ活躍をやってるじゃないですか。なんでまあさっき言った通り、もう一個のジャックも乙骨とか他に代用は一応いなくはない、頑張ればいなくはないし、こっちも今ブイブイ言わせてるあのデビルズパンクインフェルノとか、まあ、最近強くなったブライトだったりとか同じアビリティでいっぱいいるんだよね。なんで我慢できそうではあるんだけど、超マイス EL は無理だ、うん、でもう一個怖いのがこれさ、ソロモンがさ一応重力バリアとブロックの方と、あともう一個の方がさ地雷ブロック魔法陣だったじゃないですか。なんでねちょっとソロモンと被りがあるんですよね、ちょっとだけですけど。なんで闇鉱絶でフラパできて、その後のニュースとかでソロモンが重心化したとかなって、ソロモンが後特攻になった場合、こいつもセットでハマるっていう可能性もちょっと一応なくはないって感じですよね、うん、なんでまあそこもちょっと怖いなってところかな。あとね、一応この16ダメ、あ16地雷なんで、なんだっけ、いつも名前覚えられないんだよね、あの運営取りだ、調べなくても分かった、運営取り費に、一応適性を持ってるんですよね。だから逆にそこで落ち着いてくれんなら引かないでいいんだけど、うん、だって運営取引だけで使えるなら別にデビパンとかでもいいし、ブライトとかね、うん、あとそのクシャンティとかもいるしいいんだよね。ただそれだけじゃ収まんなそうだよね、クシャと一緒になんかハマるってことも全然あり得ると思うんで、クシャンティ、デビパン、ジャック・ザ・リッパー、この辺のトリオで、次の闇豪絶クリアしてくださいねみたいなのあり得るんだよな。去年アンフェア一応アリア行けたじゃないですか。なんでね全然あるんですよね。だからその怖さもあって引こうかなって個人的には思ってます。ただね俺もう一個の方のあの乙骨リッパーの方、この乙骨リッパーの方の性能結構好きなんで、まあどっちにしろ引くんですけど、こっちの方はまあもう一個の方の乙骨じゃないリッパーの方はまあちょっと怖いからっていう理由で引きたいですね。2体ぐらい欲しいな、あジャック・ザ・リッパーな、これな。はい、ということで限定がめっちゃ早いね。そもそも限定のこの追加の速さに文句を言いたいわ、うん、強いキャラが出たとか、もうフラッパがあのね、あの2の豪絶にハマるとか、まあ、それは一旦置いといて、ちょっと早いちょっと早いっすね、結構早いって思うわ、うん、普通に課金してる人でも、うん、ちょっとそれだけは思ったなって感じですね。はい、で次、光の冒険戦来た、神コンテンツ、もう一番楽しい、これ一番楽しいですね。はい、で今回光の冒険船が初めての方向けに一応どういうものかって説明をしとくと、船を出発させます、着きます、倒します、おしまいです。はい、で大きくゴールは2つございまして、そのなんか船を出発させるといろんな島に着くんですよね。でその島に着くと一定確率でランダムでクエストが出てくるんですよ。もうその島ごとに何のクエストが来るっていうのは決まってるんだけど、でその島に着いた時に、出会ったクエストを倒して、でその倒したら一定確率でアポストロスって言われるなんか EX みたいなステージが来るんだよね。超究極だった気がするんだけど、うん、でそいつらを運極にするっていうのがまず一つ目のゴール、うん、この島に着いた時に倒す、究極のクエストのやつら、究極とか激究極で来ることがあるんだけど、そのクエストのやつらを運極にするっていうのが一つ目の目標で、あとアポストロスね、 EX のやつね。でもう一つの目標が、その倒していくと道中で非解石っていう石のアイテムをもらえるんですよ。でその石を使って、交換所がありますので、交換所のアイテムと交換してあげるっていうのが、2つ目のゴールになってきますね。これ全部やると一応非解は全クリみたいな感じになると思います。まあ基本的に非解のモンスターってなんかめちゃくちゃ使うみたいなことあんまなかったんで、最悪時間がなかったりそんなやる気ない人は、まあ、交換所だけでも全然いいと思いますよ、うん、交換所だけって人多分本当に多いと思うので、アポストロスをまで全部運極にするってなるとね、めちゃくちゃやっぱ時間がかかるんでね、はい、なんでその辺は自分でゴールのラインを決めてやってあげるのが大事じゃないかなとは思います。はい、じゃあこの実現するボスの一覧を見てみましょう。こちらマジでサテライト可愛いんですよね。サテライトこれ水属性に乗っただけでめっちゃ可愛いんだけど、はい、可愛いですね。はい、まあ多分ねこれだけじゃないと思います。島が多分全部で3つ発表されていましたので、1つにつき何クエストかあったと思うんですよ。3かな、
3か4クエあったと思う。アポストロス入れて4クエかなとかあったと思うので、この4体、今回発表された4体以外にも他にクエストが出てくると思いますのでね。はい、まあ運極を全部やるって人はそちらも運極にしないといけないかもしれないですね。はい、で、海域によって出現するアポストロスがいますと。先ほど言ったその今のサテライトとかの島について倒すボスたちを倒したら、一定確率でアポストロスって言われるね、EX モンスターみたいなやつが来たりすることがあるんだけど、この EX モンスターたちが今回発表されたのがこの2体、バレン&レンツと、宝族ですね。はい、この2体が発表されてます。島3つあるんですよ、これね。俺絶対もう1個あると思うわ。もう1個あると思います。隠されてると思う。これ多分1つ目の島と2つ目の島のアポストロスを今回ニュースで発表してて、3つ目の島のアポストロスとこれ言ってないと思うわ。だから実際にやんないと出てこないんじゃないかな。さすがに2アポストロスってことはないと思う。今まで全部3体いたんで、多分ね、もう1体アポストロスいると思うんですよね。で、それが最後の島のアポストロスだと思うんだ。まあこれは確信はないですけどね。ただ今までの法則的にアポストロスは絶対3体いたので、この3体目ってところが今回発表されてないのかもしれないですね。で、隠されてるってことはワンチャントルノバぐらい期待してもいいかもしれないね。そのインパクト強って言ってやるっていう、あのテンションの最初の初動の上げ方の一つだと思うので、まあ俺も高速でやっていきますけど、ちょっと早く知りたいですね。3体目のアポストロスいるならね、多分図鑑とかにワンチャン入んないかもしれない。もしかしたら当日入ったりするかもしれないですけどね。はい、で、光の冒険戦はですね、過去に2回開催されたことがありまして、さっき言ったトレノバだったりピスカス、過去のクエストたちは、登場しません。前回もそうでした。なんで、まあ、今後もねずっとそうなんじゃないかな。光の冒険戦で出てきたキャラはその期間中以外では今後登場しない可能性が高いですね。なんで、そういうのを逃したくないって人は少なくとも1体とかは確保しておいてあげるのがいいんじゃないかなと思います。はい、で、光の冒険戦過去2つ2回開催されてるんですけど、今回3回目でございまして、3回目から追加された、内容、お話ししていこうと思います。まず、光玉なるものが追加されましたよと。で、この光玉っていうのは海域の総落ボーナスって言われてるんですね。で、この総落ボーナスっていうのはさっき言ったボスの部分とおそらくアポストロスの部分のラックの合計値だと思いますね。で、このラックの合計値っていうのが一定層いくことに、控え玉っていうのがもらえて、この控え玉っていうのを使ってその控えの冒険戦をスムーズに進めることができる、アイテムと交換ができるよっていうシステムが追加されるみたいです。はい、で、使える装備、この控え玉を使って強化できる装備はこちら。はい、まずエンジン、出港から島へ到着するまでの時間がレベルに応じて短縮。これに関しては無課金の人とかは結構優先した方がいいです。一回船を出発させて島に着くまで一定時間かかるんですけど、その時間かなり長いんですよ、光の冒険戦って。まあそれはクレーム結構多かったんですけど、これを短縮するっていうのはめちゃくちゃ重要なんですよね。ちなみにオーブとかアイテムを使って一気に島に着くっていうのもできるんですけど、一つの究極月究極のクエストやるためにオーブ1個咲きますかって言われたら咲かないでしょ。俺みたいにジャブジャブオーバーはもう全然そういうのあって、島についてクエストやってってやっていけるんですけど、無課金の人はエンジンおすすめ。ただもうジャブジャブの人はこのエンジンっていうのは優先しちゃダメ、ダメだと思います。これはいらないんで。多分あれは短縮の時間数に応じて消費するオーブが変わるとかじゃなくて、到着させるかさせないかでオーブの使用だったんで、別にそこまでの時間が何時間だろうがいいんですよね、オーブを使う人はね。なんでエンジンは多分使わない方がいいんじゃないかなって個人的に思ってます。次、海底探査機、アポストロスのスピードクリア報酬がレベルに応じて増加。これは絶対。アポストロスのスピードクリア報酬って確かアポストロス自体が落ちたはずなので、確かね、ノーマル報酬、スピクリ報酬、ノーコン報酬のところでアポストロスってドロップするんですよ。で、そのスピードクリア報酬ってところが増加するっていうのは、そこが普通に純粋に2ドロ3ドロってなっていくわけなんで、これは絶対絶対です。これ多分最優先なんじゃないかなってぐらい、海底探査機はいいと思います、このアイテム。はい、次、選手層、光の冒険戦クエストの金玉が排出率がレベルに応じて増加。これは、アポストロスを出す前の島に着いた時の究極クエスト、月究極クエストですね。この2つが、金玉が排出率が上がるんですよ。で、これすごいよく聞こえるじゃないですか。なんですけど、アポストロスを運極にしようって思ってる方々は多分こっちの究極月究極が先に終わっちゃいます、この選手像を使うと。で、選手像を使ってこのアポストロスの部分が先に終わっちゃった、その究極月究極が先に終わっちゃったってなったら、運極になってんのにアポストロスのためだけに周回がしなきゃいけなくなっちゃうっていう状況になりうるんですよ。
俺結構今までの光の冒険戦全部制覇してるんですけど、その究極月経局の方は全部終わってんのにアポストロスが終わってないってことが割とあったんですよね。ソロでやってる方は周回効率っていうか集まる効率が悪いので取るのはありだと思うんだけど、運用とかマルチとかでがっつり効率よく周回しちゃってる人は多分アポストロスの方が足りなくなってくるんですよね。そうなってくると多分これで金卵排出率上げちゃうと逆にもう終わってんのにやんなきゃいけないのかってなっちゃうと思うから、そこだけ気をつけた方がいいと思うな。はい、次、小型船出港中の海域とは別の海域に出港できる最優先でございます。無課金絶対 100% 絶対これ取った方がいい。あのね、時間効率がねズバ抜けて上がる。これ到着するまでの時間レベルに応じて短縮より優先です。無課金微課金は絶対これ。はい、どういうものかっていうと、島って3つあるんですよ。で、どこに船を向かわせるかってのが今までの冒険船で、1個目の島に船を向かわせたら2個目3個目ってのに船を使えなかったんだけど、これのレベル上げると1個目の島に船を向かわせてるのに2個目3個目とかの島にも同時並行で船を向かわせることができると思うんですよね。うん、なんでこれはマジで時間効率が跳ね上がると思う。うん、ただ2個目3個目っていうのは交換所でアイテムを使って船を強化しないと進むことができなかったと思うので、まあ、それを全部まず解放してあげて、この小型船ってのを強化して同時に3個の島とかにね、あの船を送ってあげるってのが最高効率になるんじゃないかなとは思います。はい、なんでまあこれは詳しいね、実際実装されてからまたお話しすると思うんですけど、この辺もちゃんと確認しといた方がいいと思う。はい、次、リール、宝箱の出現確率が増加、1日のお宝釣りの回数がプラス1回に、レベル2で、豪華な宝箱が釣れるようになりますよというものなんですけど、このなんかね、釣りっていうシステムがあって、釣るとなんかよくわかんないマジでいらないアイテムが釣れるか、非解析とかがいっぱい入ってたり、次のスペシャル報酬の部分が、2倍になるっていうねアイテムが入ってる宝箱が手に入ったりしてたんですよ。なんでそのアポストロスをやる前に、その釣りを行って報酬を2倍にしてからアポストロスの消化をするみたいなのが今までの結構恒例な流れだったんですけど、それがめちゃくちゃ良かったんですよね。でかつレベル2になると豪華な宝箱っていう新しい要素が追加されまして、こちら、はい、リールをレベル2にすると豪華な宝箱を釣り上げることができるようになりますよというものですね。次にプレイするクエストのスペシャル報酬量が2倍になる効果、これは今までの宝箱と一緒の効果です。スペシャル宝箱と一緒、スペシャル報酬が2倍、それに加えて豪華な箱の方は、水時計と地図どっちか一つと、さらに非解析400がもらえますよと。この非解析400がめっちゃでかいんよ。これめちゃくちゃでかくて、この非解析ってのを使って交換所のアイテムも取れますし、この非解析ってのを使ってその非解の冒険戦をスムーズに進めることができるアイテムとの交換ができたりするんですよね。なんで非解析っていうのは本当に大事なので、あの冒険戦やってる最中ね。なんでこの400っていうのはめちゃくちゃ大きい。だからこれはちょっと余裕が出てきたら早めに取っといてあげた方がいいと思う。うん、特にその交換所だけでパーッと終わらせるよって人たち、他の運極とか興味ないよって人たちはこれ優先してもいいんじゃないかなと思ってますね。はい、なんでまあそこは気をつけて今のアイテムの説明を見てどれを取るべきかっていうのをちゃんと把握してからやってあげた方がいいと思いますね。はい、で一応交換所で交換できるアイテムこちらですよっていうので出しときます。はい、まあオーブ20ってあったかな、まだオーブ取れっからね、これだけは絶対取った方がいいわ、どんだけやんない人でも。うん、これは絶対オーブ20個は絶対逃せない。で機械の冒険戦については話がめちゃくちゃ長くなってしまうので、もうすでに長いですけど、別でめちゃくちゃ俺機械の冒険戦好きだったんで過去2回、なんで結構お話できることがあると思うんですよね。なんで効率いい周回方法だったり、こういう風にやった方がいいよみたいなまとめ動画みたいなのを作ると思いますので、そちらをぜひね見ていただければなと思います。明日出すと思います、金曜日。はい、じゃあ最後ですけれども、獣神化回いきましょう。まずこちらブレーメン、うん、ああまあ、まあ前のねブレーメンが使われてたっていうところで言うと、まあ、近畿13とかがすごいイメージ強いですよね、シャンバラのところ。うん、あそこでブリトラに対して神キラーが発動できるっていうのと、まあ、ダメオブロックのすり抜けエッセンスとかが有効だったんだよね。あとは、まあ、玉ねぎ勝利だったりとかするときに加速が有効になったりしたので、まあ、その辺の長所を全部一気に持ってきてくれて重心化してくれたって感じでございます。うん、でこれ追撃貫通弾がめちゃくちゃいい味出してると思って、このブレーメンに触れて、玉ねぎとかに1回でも触れたりすれば弱点とかじゃなくても多分この追撃貫通弾でやってくれると思うんですよね。うん、なんでそういうところがすごい使いやすくなった部分じゃないかなと思います。うん、でしかも砲撃型の友情ブーストで
1.4、1.5 入ってて、そこから神キラーで神に対して 1.5 入るんで、これ結構ね、友情コンボもバカにできないかもしれないですね。うん、その使う場所で使えば、なんかブレーメンらしさはなくならないで、なんか順当に強化されたっていうね。うん、まあ多分きっと軍アルに憧れてるんでしょうね。はい、次、生命重心化、安倍の生命でございましたと。面白い。うん、先日謝罪しなきゃいけないことが一つあるんですよ。先日ね、私動画で、コネクソスキルランキングみたいなのを、出させていただいたんですよ。このコネクトスキルは許せねえというのを、動画で出させていただいたんですけど、すいません、更新されました。1位、同率アグラムート先生と同率1位、雨の生命やってきました。コネクトスキル、水属性のキャラが1体以上、かつ木属性のキャラが1体以上。どうした、どうしたよ。うん、もうこの前言ってる文句のところが全部詰まってますね。まず水キャラ木キャラを入れなきゃいけないってことは、闇属性降臨とかで、まあ、光属性以外大ダメージ注意みたいなクエストにまず行けなくなりますね。水木が入ってるんで、なんで超高難易度って言われるところの属性ロックがあるところは少なくとも全部いけないと思う。うん、水木や光が確定で入るってことになるので、本当にいけないところが増えたって感じになりますね。うん、ただその分返ってくる恩恵もめちゃくちゃでかいですね。コネクトで発動するところに全属性キラーと全属性耐性、全ての攻撃属性攻撃を 25% カット、かつこっちは、全部の属性に 1.5 倍ダメージを与えられますよというキャラになりましたと。で、魔封じに幻影キラーも乗っていますので、魔族魔人幻影に対してだったら、2.25 倍、めっちゃ強い。うん、そっから地雷で2倍、超減速で速さも上がる、超ワープで倍率上げれる、もう最強です。これはさすがに強い。うん、これコネクトまで全部発動した時のキャラスペックはもうめちゃくちゃ高いと思います。で、嬉しいのがあれですね、近畿30の適性になりましたよと。うん、今まではおにゃんこポンから始まりサンダルポンが来てアンドロメダネオとかいろいろあそこの適性も増えてきたと思うんですけども、生命は言っています、あそこの周回の答えはネオアンドロメダだと。ね、そういうことなんですよ。水属性のキャラが1体以上、かつ木属性のキャラが1体以上っていうのは、近畿30で俺を使えって言ってて、でかつネオとアンドロメダと一緒に組ませろと、それで近畿30をお前は周回しろと。すごいですよ。道中の幻影に全てキラー入りますし、全属性キラーも発動します。アラヤに行ってもキラーが入りますんで、まあ強いよ、これは強い、これは強いよ、文句ないっす。めちゃくちゃ強いと思う、30石。うん、ただあとはまあその30石っていうのがね、今後どういう風に周回されていくかにもよると思うんだけど、で一応この同じガチャで出た時の、出雲と、同時か、うん、同時と出雲っていうのが一応いるから、式神とかね、同時は何なんだろう、茨城同時って。式神出雲は出雲が多分式神だからあれだよね、生命のあれだけど、同時なんですかね、分かんないですけど、お友達かな。はい、まあ、その2人を意識してるんだと思うんですけど、まあ、それが意識してると同時にその30億のね、これ使えよ一緒にみたいな感じのあれにもなっちゃってるって感じだね。まあ、でそうだよね、今の適性っていうと水木でいうとアンドロメダとネオだと思うんで、それを入れて一緒に30億で使えよって感じなのかな。うん、なんでまあ周回するって人はまたちょっと環境とかが変わってくるのかな、わかんないですけど、僕はちょっとあんまやってないんでね。はい、ってことで、中心化は、ブレーメンと生命です。まあだね、生命使ってみた時にさ、いねえからさ、近畿ないんだわ。だからどういう使用感なのかとかちょっと分かりづらいですけど、うん、まあちょっと来てみたら使ってみたいですよね。はい、ってことで、ちょっと今日ねニュースのまとめ動画長くなってしまったかもしれないんですけれども、最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。まあ後日控えの冒険戦に関しては別途で出させていただきますので、よかったらそちらも遊びに来ていただければと思います。よかったら最後にチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。